日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらマクドナルドの新作クッキー&クリームパイとマックカフェマカロンダブルナッツオレオクッキーバニラフラッペホットラテオレオホットラテを飲みたいと思います。食べたいもありますね。冬にこれからの時期にぴったりのスイーツたち、今年は温かいクッキーでバレンタインを楽しんでほしいというのでしょうか。まだ早いか。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの小さくて可愛いマカロンからいただきたいと思います。本当に夏感じられるかな。ではさっくりとしたマカロンやパイとまろやかなラテ、そしてラテに浸かることでちょっとしっとりしたクッキーがどれも美味しくて、一足先にバレンタインを楽しめるような商品たちですね。なんて言ったらいいんだろう。チョコレートを満喫できるマクドナルド新商品、一足早いバレンタイン。今年はほろ苦い？それとも甘い？どっちなのかな。まあ自分はまあそういうのにあまり縁がないんですけどね。でもチョコレート美味しく食べられるっていうのはやっぱり嬉しいです。次は何を食べようかな。次の新商品も楽しみにしてますよ。ではこれにて最後のレビューに移ります。お疲れ様でした。最初に食べたマカロンダブルナッツは噛んだ瞬間にナッツの香ばしさが口の中にぐわっと広がってきて、さっくりとした生地とよく合っていましたね。次に食べたこちらのとろけるクッキー&クリームパイは噛んだ瞬間にオレオらしい、まあオレオかどうかわかりませんが、チョコクッキーのほろ苦さが溶け込んだまろやかなクリーム、サクッとしたパイ生地の方に広がってきて、アップルやストロベリーチョコのようなまた違った美味しさがありました。こうして食べるクリームのパイというのも中の意表をついてきますね。次に飲んだこちらのオレオフラバニラフラッペはバニラの甘い香りが口の中にふわっと広がって、クリームのまろやかさのともに味わうことがありました。冷たいのでバニラの香りをよりしっかりと味わうことがありました。最後に飲んだこちらのオレオラテはについてですけど、チョコレートクッキーの部分を浸さずに飲むとサクッとの食感が出て、浸すとしっとりとしたまた違った味わいがあります。ラフラッペと同様にバニラの香りもしっかりあって美味しかったです。今回の中だと、まあ、一番衝撃を受けたのはこちらのバニラの香りが非常に強く通ってきたフラッペですね。もしマックカフェの店舗があるのであればぜひ飲んでもらいたいです。そしてマックカフェの店舗はなかったですけど、こちらのクッキー&クリームはマクドナルド商品なのでどこでも買うことができます。外とろーとしたまろやかなクリームとチョコレートのクッキーの相性はバッチリなのでぜひ食べてほしいスイーツですね。というわけで今回はフラッペとチョコクッキーパイを代表としてご店舗させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。